授業以外にも地域貢献に興味を持つ学生が部活動として子どもたちに元気を届ける取り組みを行っています。パレットは学生劇団であり部活動、地域の子どもたち、お母さんたち、保育園、幼稚園に人形劇等の作品を作って届ける。でその過程で学生たちが表現力だけではなくて仲間と一緒に物事を成し遂げていく共同性のようなものを高めていくと。で地域の子どもたちもお母さんも嬉しいし、学生も力になって楽しい、そういう学生劇団活動を先輩が後輩を教えるという部活動のスタイルでやっています。皆さんがその授業以外でこうやって集まって、部活という形でするのってどんな思いがあるんですか？授業だけだったら学べないことがたくさんあると思うので、やっぱりいろんな地域のところに飛び出して知ってもらいたいっていうのとともに、もっと地域を元気にしていけるような活動ができたらいいなって思います。本当に最近だったらこの災害、豪雨災害の時とかにもマビとかに出させていただいて、少しでもパレットが子どもたちに元気を与えられることができたならすごく嬉しいなと思っていて、本当に誰かのために、子どもたちの笑顔のために頑張れることはしたいなと思っています。先月28日に真備陵南高校の体育館で開催された倉敷未来講座子ども真備リンピックに挑戦は、倉敷作陽大学、倉敷芸術科学大学の2大学と倉敷市が連携して開催しているイベントです。倉敷作陽大学の児童文化部パレットもこの日に向けて練習してきた人形劇を披露しました。前にもパレットさんがね、芸文館でショーやってるのとか見に行ってたりしてたんで、はい、それもあって来ました。地元大学の地域貢献活動についてどのようにお考えですか？倉敷芸術科学大学、それから倉敷作陽大学さんは倉敷市、そして岡山県の要請に基づいてできた大学ですので、大学の使命、ミッションとして地域に貢献できる力、そういう高い人材を育成すると。じゃあその学生に身につけてほしい力っていうのは、どんな力ですか？やはり地域のいろんな方々とコミュニケーションを取るというコミュニケーション力、次に地域の課題、どのような課題があるのかということを見つけ出すと、そしてその課題解決に向かってみんなで一緒にやろうじゃないか、みんなを巻き込んで取り組んでいくと、地域貢献力の高い人材を養成する、これが本学あるいは作陽大学さんも同じ理念だと思います。プラスチックの竹とんぼやビニール袋を使ったロケットを作って飛ばす体験教室も行われ、参加した9人の子どもとその保護者は楽しいひとときを過ごしました。この地域ちょっと災害もあったし、大学もこう始まるのが遅かったので、こう授業の一環として普段できないこう地域の子どもたちと関わってこういう活動で貢献できたっていうのは、これからもこういう活動があったら私はやっていきたいなって思います。